で、これが鹿。はい、鹿ランプに上州牛です。マジうまい。食べやすい。どうも、渋るシネです。今ですね、足学場の氷柱の夜のライトアップ待ちをしてるんですけど、その待ってる間、こちらでちょっと暖を取り、お腹を満たしていきたいと思います。前から行きたかったお店なんですよ。すぐ足学場の駅から、その氷柱やってるところから近いんで超嬉しいです。鉄砲屋さんです。これね、ホルモンとか焼肉とかね、美味しいらしいんで行ってみたいと思います。ごめんください。秩父。割と一人でどこでもお店とか入れる人なんですけど、一人焼肉ってしたことないっすね。よく考えたら初めてですね。すいません、限定シーンの方になります。ありがとうございます。で、これが鹿。はい、鹿ランプに上州牛です。この鹿肉とこの上州牛は、あの鍋でも食べられるような肉なんで、あんまり焼きすぎないで、レアぐらいで食べてもらうのがおすすめです。今ほら、鹿刺しっていうのが出せなくなって、はい、で鹿刺しの部位で使ってた部位なんで、柔らかくて、あの生でも食べられるんだけど、焼いてもらって食べてもらってるんですけど、あとこれはあの味噌漬けなんで、はい、表面の味噌がちょっと焦げるぐらいだったので、缶、初、生白、味噌豚、上州牛、鹿ランプ、一人焼肉、中華会に行ってたらちょっとこけちゃった。
ありがとうございます。夜とかでも普通に来ても、あの90分で1500円で、2時間だと2000円で、全部飲み放題。本当ですか？でもしじゃあこれ1500円の飲み放題、1500円の3000円でいけるみたいな感じですか？1時間半だったら全然。山歩きの人なんかほら帰りによる人が多いから、よかったら言ってください。ありがとうございます。1500円で飲み放題で1500円のコンセント、3000円で食って飲んで、最高じゃないですか。これこのセットのオールスターです。監督がキノコ好きだったと思うんですけど、よく買ってたから、こういうことですよね、きっとね、監督が好きなやつ。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、鉄砲屋めっちゃうまかったっすね。鹿のランプ肉は本当に美味しかったです。もうぜひ皆さん食べてほしいですね。生白も安定の美味しさですし、これ皆さんね、一人焼肉おすすめだと思うんですよ。僕が今日頼んだ6種類のお肉の盛り合わせ、もうこれね、基本的に全部美味しいんで、ぜひ皆さん食べてみてください。まああともちろんね、ご家族とか団体さんで来ても楽しいと思いますんで、もう本当に間違いないです。来てよかったです。店主さんもすごいいい方なんで、皆さんぜひ見て、皆さんもぜひ皆さん
ぜひ皆さんも来てみてください。いやちょっとろれつが回らない引き続き秩父の魅力を伝えていきますので、YouTube の登録、 YouTube のチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは秩父る深夜目指せ看護大使、次回も頑張んべ、またね。イン鉄砲やバキヤーで、ちなみにこっからつらら氷柱の夜を撮りに行きます